はい、どうもぬい散歩でございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけでやってきました加古川ということで、はい、今日はですねこのテニスプレミアムさんが主催します、シングルスの大会にね、はい、お呼びいただいて、出場させていただくことになりました。テニスプレミアムの運営事務局の方でございます。はい、はい、実はこのテニスプレミアムってテニスをメインでやってる会社じゃないんですよね。そうなんです。何やってはるんですか。はい、弊社の方はですね、はい、基本的にはですねベビー用品、はい、ネビオというブランドでですね、ネビオ、はい、はい、ベビー用品なので主にチャイルドシート、はい、あとはお子様の室内用の遊具、はいはいはい、滑り台とか、あ、そうです、そうです、はいはいはい、そういったものを扱ってる会社になります。いいですね。僕も家で遊びたいですね。あ、本当ですか。滑り台とかジャングルジムで楽しんでください、はいはい、楽しんでください、はいはい。ちなみになんでテニスの全然関係ないじゃないですか。そうなんです。何をやってはるんですか。実はですね弊社 の社長がですね、はいはい、テニスが大好きということでして。あ、そうなんですね。そうなんです、はいはい、その趣味の延長線から、はい、まあ、この辺でどうしてもそのテニス大会が少ないということでして。お、確かにあれですよね、大阪とかやったらもう腐るほどありますからね。あ、そうなんです、試合、はい、でもやっぱりこの辺加古川とかやったらちょっと試合数ってやっぱ少ないんですか。少ないです、はい、それでまあ少しでも一人でも多くの方に楽しんでいただきたいということで、はい、新たにテニス事業部を立ち上げた、はい、ということです。素晴らしいですね。まあちょっとここから本題なんですよ、はい、今日はもう呼んでいただいたということで、やっぱ皆さんね僕の首を取りに来てるわけじゃないですか。そうです、ね、狙いに来てるわけじゃないですか。やっぱもうこれはね一回僕ね前テニスベアさんの主催の大会出させてもらったんですけどね、はい、首ちょん切られたんです。そうなんですね。、はい、優勝したらなんかもらえるんですか。そうなんです。黒毛和牛のマジっすか、すき焼き肉がマジっすか、はい、待ってます。よっしゃ、これ優勝したら僕これ今日帰って一人焼肉ですね、はい、そうです。寂しくないですか。大丈夫です。はい、なので、今日はねちょっと頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、というわけで今は、まあ、待機時間ですね。がっつりね優勝しようと思ってます。で優勝商品が黒毛和牛なんで肉持って帰ろうかなという感じですよ。はい、ちょっと頑張りますわ。うまい人多いように見える。うん、このね、なんでしょうね、めちゃめちゃね、うまく見えるのなんなんこれ。外から見るとめちゃめちゃみんなうまく見える。頑張ってやっていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。この大会は16人出場してまして、それぞれ4人ブロックを4つ作ってその中でリーグ戦を行って1位を決めます。で、それぞれの順位でトーナメントを最終的に行うと。で、この試合は1位トーナメントの、準決勝になります。まあ、準決勝と言いましても、本戦の1回戦なので、これがね、トーナメント初戦になりますね。対戦相手は、高校2年生の学生です。まあ、ぬい散歩的には若さにやられないように、まあ、出花ね、しっかりくじいて、優位に試合を進めていきたいなという、気持ちで試合に入りました。まあ、高校生とか若い子らってね、ほんま調子づいたらマジで手つけられへんようになるから、そのあたりはねちょっと注意してやってましたね。ほんまに若さっていいっすよね。はい、まあ、ただねぬいさんこの日めちゃくちゃバックハンド調子悪かったんですよ。っていうよりもね、なんか暑くて足が動いてなかった、なのでバックがしっかり打てなかったのが、まあ、今思い返してみると、それが原因なのかなという気はしますが、まあバックが全然打てなかったんで結構スライスで対応してます。さあ、第1ゲーム目ぬい散歩サーブからスタートです。さあ、この試合はファーストセカンド、フォルトしてもお送りしていきます。ファーストセンターサーブフォルトですね。セカンドサーブ、さあセンターサーブリターン返してきてストレート、まあ、この辺りはしっかりラリーしてますよね。ぬい散歩ねめちゃめちゃ回り込みます。もうバックちょっと打てなかったんでこの日はねかなり回り込みましたね。さあ15ラブセンターサーブがフォルト、ちょっとね暑さにねやられてる部分があります。
さあここは前に入ってバックリターンしてきますけどミスりました。まあまあでもね、前に入られるっていうことはすごく怖いので、まあ、このリターンはねなかなか、悪くないリターンかなと思います。センターサーブ、いいサーブが入った。さあここも逆ロー、とりあえず徹底的に相手のバック狙っていくと。さあここロブ上げてくる、相手を無理してこないですよね。スライスストレート、さあ高いロブ上げてきた、中途半端に前出ていきましたね。ヌイさんもここはロブカットして、ボレーするか落としてもう一回攻撃するかのどっちかの二択でしたね。ちょっと判断ミスです。さあ 40-15 セカンドサーブストレート、バックうまいですね。さあチャンスボールを与えてしまうヌイサンポ、このクロスはわずかにアウトして 1-0 ヌイサンポリード。さあ対戦相手サーブ、いいサーブ入ってくる。さあバックスライスで返していく。さあこれはちょっと当たり損ないでしたね。ただまあこの1ゲームやりまして、この高校生バックハンドがうまいなという印象を受けました。もちろんフォアハンドもうまいんですけど、あのどちらかというとバックハンドで早いタイミングで攻めてくるのかなというようなプレースタイルじゃないかという判断をしましたね。なのでこの辺りでも相手の足を止めるためにめちゃくちゃバックにボールを集めていってます。さあヌイサンポから 30-15、 さあここもバック綺麗に入れてくる、いい中ロブですね。さあストレート浮いてきたボール、これをスマッシュ、なんとかヌイサンポ返していく。さあストレートいいボールバック、これは早いタイミングで決めていく。サーティーオール、今のプレー素晴らしかったですね。ああいう場面で早いタイミングで攻撃できるのは、まあ実力がしっかりある証です。さあストレート回り込み逆ロー、ここをスライスで対応。さあ逆ロー、もう一回スライス、さあ逆ロースライス、さあストレート、これはヌイサンポ追いつかない、アウト。この攻めできるのはね相当落ち着いてるんで、実力ありますよ。今のプレーでなんか自滅してくれることあんまないのかなというふうに思ってちょっと気を引き締め直しましたね。さあ回り込んで、ただセカンドサーブが若干甘いかなっていう感じです。だこのボールの当てるセンスとかは抜群ですね。ここはちょっとミスりましたけど、さあノーアドファーストフォルト、セカンドサーブ。さあこの場面ヌイサンポ的にはフォアで攻撃していきたい。これがちょっとアウトですね。まあまあ攻めてたのでいいトライでしょう。ああいう場面でねしっかり攻撃できるということは後々、大事なポイントでセカンドサーブになった時にプレッシャー与えられるんでね、まあ、それはそれで肯定的に捉えるべきかなと思います。さあヌイサンポ切り返しのクロス、めちゃめちゃいいコース入りました。15ラブ、さあここはセンターかな、やっぱりセンターサーブですね。自分のことは分かってますねさあバック対フォアのラリー、ちょっと低めのボールで持ち上げれないミスが、あったりしますねこの高校生。さあここの逆クロアミス、しっかりボディに入ってきましたね。40ラブ、ワイドサーブ、いいサーブのいいリターン、これはアウト。いいリターンですね。バックやっぱうまいですね。フォアサイドのリターンはボディが効いてるので、おそらくボディに、そうですね、ボディに持っていってますね。ちゃんと一応僕の中でも分析して、どのコースに狙ってるのかっていうのは考えてねやってます。さあこのセンターサーブわずかにフォルト、セカンドサーブ、これダブルフォルト、ラッキーですね。まあ、ヌイサンポ的には1ポイント目取ったんで、このゲーム早いとこうブレイクして離しておきたいですね。さあクロスストレート、このパッシングはダウンザライン決まっていく。サーティーラブ、さあブレイクチャンスですね。ヌイサンポこのゲームは絶対逃したくないゲーム、リターンをきっちり返していく。クロス深いイボル、これは威力に押された。サーティーフィフティーン、さあファーストサーブ、ちょっと甘めのサーブ、逆ロスライスで対応。
クロス、これも回り込んでいく。ドロップ、これはスライスで落ち着いて返して、最後はスマッシュで決めていく。40-15。さあブレイクポイント、縫い散歩。ファーストサーブ、センターサーブがフォルト、セカンドサーブ、まあ、ここのセカンドサーブはね、縫い散歩しっかりと攻撃で展開して、しっかりとねポイントをもぎ取っていきたいところですね。おそらくこのサーブは甘くなるだろう。甘かった。これちょっと置きに行きすぎましたね。大事に行きすぎた感じです。さあ 40-30、 ファーストフォルト、セカンドサーブ、これは回り込んで逆クロに叩き込みたいですね。さあちょっと甘め、逆クロ叩き込む。さあ浮いたボール、これがアウト。しっかりと攻撃できました。さあ 3-1、 縫い散歩リード。ファーストサーブ、ここもボディ狙っていく。これはフォルトしましたね。さあセカンドサーブ、きっちりとバックに逆クロ、これなんとか縫い散歩返していく。フォアに回り込まれて、このボール浮かしてアウトですね。ラブ15。さあここリプレイで見ていきましょう。このポイントね、結構なんでもないポイントかなと思われますけど、実はですね、こういう攻撃されるのが一番めんどくさい。ここのバックの逆クロはまあ普通として、でしっかり振った後、ここロブで縫い散歩逃げますよね。逃げたところをめっちゃ前入って早く逆クロに叩かれる。これね、慎重に行ってたらおそらくもうワンテンポ落として、僕普通にスライスで低いボール返してね、なんとかしのげるはずなんですけど、あの高さでこのタイミングで、打たれると、まあまあしんどいですよね。そういう意味では普通のポイントに見えて結構大事なポイントです。今のポイントがあるからこそ、僕的には、ロブで逃げることがちょっと難しくなってくるので、若干無理して打っていくパターンが増えてくるのかなと、いう感じなんでね、ああいうパターンは大事ですね。さあセカンドサーブ、高い打点で取らせて、ここはきっちりとラリーしていく。縫い散歩回り込む、相手のバックハンド対縫い散歩のフォア、ストレート、クロス、これクロス行ききらなかった。スライスで返してくる、バックに返す。さあここバック、これはアウトですね。ちょっとこの辺りから縫い散歩バテてきます。この日ね、前日雨が降って結構湿気てて暑かったので、だいぶ体力奪われましたね。でこの辺りから正直、相手にペースを持っていかれるパターンが多くなりました。本当に先ほどリプレイで見ていただいた、ポイントがちょっと効いてるのかなと。さあここはなんとか縫い散歩意地で1ポイント返していく。 15-30。 さあセンターサーブ、スライスで返してくる、逆ロー。さあバックのストレート、さあここ、さあ逆ロー、これネットしてくれたのはでかい。今のポイント相手的には絶対粘るべき。あそこでちょっと簡単にミスるっていうのが、若干試合経験のなさかなと、いうところです。さあ30オール、セカンドサーブ、さあダブルホールド、これが相手にとって一番大事なポイント。さあこのポイント取るか取らないかでだいぶ変わってくる。センターサーブ、これがアウトですね。縫い散歩ファーストきっちりとここで入れていく。さあノーアド、ここでワイドサーブ見せていく、これがネットに当たってゲーム縫い散歩 4-1 リード。まあ自分で言うのもなんですけど、こういうしんどい場面でサーブ2本でポイント取ってゲーム取るっていうところは、まあまあ縫い散歩の方がどっちか言うたら試合巧者かなというところが見えますね。さあここダブルフォルト、今のゲームだいぶ響きましたよね。結構精神的に応えてるはずです。さあファーストオーバーフォルト、セカンドサーブ、さあここもダブルホールド。やっぱりね、3-1 から 4-1 になったのが一番集中力なくなるパターンですよね。でもね、やっぱね、強いやつはここからでもポイント取ってきます。さあ 30-15、 ファースト若干抜けるようになってきましたね、対戦相手も。さあセカンドサーブ、さあ若干甘め、逆ロ、これはちょっとアウトですね。
まあまあ、ぬい散歩的には、ゲームも開いたので、まあ、この辺のミスは積極的にしていってるので、まあいいのかなというところです。これはうまい、カウンターのストレート決まりましたね、素晴らしい。さあ T40、 さあボディサーブ、これはフォルト、セカンドサーブ。さあ対戦相手的にはこのゲーム取ったら立て直せる。逆ロー、いいボール、ストレート、いい返球。このボールをちょっと吹かしてしまうヌイサンポ、 4-2 ヌイサンポリード。さあヌイサンポサーブ、センターサーブ、逆クローのリターンうまい。さあ真ん中に合わせてくる。さあ回り込んで逆クロー、バック、ここはスライス。これちょっともう体力ヌイサンポ切れてきてますね。この辺りほんまに足動いてなかったです。センターサーブ、さあ回り込んで、これも抜けていく。ほんまにね、なんか疲労感がすごかったな、なんか知らんけど。さあファースト入れていく、ストレート、スライスで対応。このミスももったいない、これも若いね。あそこもうちょっと我慢してね、きっちり入れとけばこのゲームも取れとったんですけどね。サイド、これはアウト、サーティーオール。さあヌイサンポにはとりあえずサーブでポイント取る能力がありますからね。さあセカンドサーブ、バックのリターン、これ逆ロー持ってくる、ストレート、スライスで返してくる。さあヌイサンポ回り込んで逆ロー、ここはスライス。さあ前に出てくる、これが惜しくもアウト、 40-30。 さあファーストサーブ入れてくるのか、ワイドサーブ、これはオーバーフォルトですね。セカンドサーブ、センターサーブ、これも返してくる、バック、逆ロー、スライスで返す。さあ逆ロー、スライス、逆ロー、バック、これは当たり損ない、もったいなかった。 5-2 ヌイサンポリード。試合の中ではヌイサンポの回り込みフォアと相手のバックハンドで負けてるポイントほとんどないので、確実にポイント取れるパターンを選んでます。まあ、僕なりに結構ねポイントの取り方っていうのは分析しながら試合してますね。さあスライス、ヌイサンポもスライスで対応、クロス、さあクロス、クロス切り返し、ストレート、持っていって決めていく、ここはヌイサンポさすが。さあこのポイントリプレイで見ていきましょう。さあこの状況、 5-2 の1ポイント目でこのプレーが出るというのはもう相手的にはかなり心折れるだろうし、ヌイサンポ的にも乗っていけるプレーなのかなというターニングポイントのプレーになったのかなっていう感じがします。さあここでクロス、このボールうまいこと短いところにスライスで処理してきましたね。ここはヌイサンポ無理せずストレートにスライスで返す、ここを切り返しで1本切り返して相手のボールがちょっと浅くなったところをストレートに流して決めていく、これはねこの試合で一番いいショットやったんじゃないかなと思います。さあ15ラブ、さあ相手サーブ、ワイドにサーブ、これがフォルト、セカンドサーブ、さあ回り込んで逆クロー、ここは相手回り込んでくる、ストレート流してきた、バック、ここですよね。対戦相手的には今のミスを減らせばもうちょっとゲームが変わってたのかなというふうに思います。さあファーストサーブフォルト、セカンドサーブ、さあ30ラブということでだいぶポイント的にもゲーム的にも余裕が出てきたヌイサンポ。さあ真ん中に返していく、クロス、さあここ引きつけてストレート、バックいいタイミング、スライスで返していく。さあバック、ここはスライス、さあバックのクロス、このボールドロップ決めていくんですね。さあリプレイで見ていきましょう。この辺から対戦相手のストロークが結構ね攻撃的になってきてるんですけど、ヌイサンポこの時点では結構足動いてますよね。ここも引きつけてしっかりストレート打ってますし、でここの切り返してバックの結構早いタイミングで打ってきたやつをスライスで返していく、そしてバックもう一回引っ張ってくる、ここもスライスで返してくる。まさかこの次のボールでドロップが飛んでくるとは思わないだろうっていうところできっちりとドロップ決めていく。
まあ、このプレーが出るということは若干ヌイサンポも余裕があるということですね。さあ40ラブマッチポイント、ファーストフォルト、セカンドサーブ、ここ一発で回り込んでね、フォアの逆クロで決めていきたい。さあここは甘かった、バックのストレート、クロス、ストレート、このボールが決まってゲームセット 6-2 ヌイサンポ勝利ということでね。まあ、あの対戦相手の高校生も非常にあのテニス的にはいいテニスしてて、ストロークのね威力も結構あってね、いいショットも打ってきてね、良かったんですけど、ただ試合運びがやっぱりねまだちょっと幼さが見えるかなというところはありましたね。まあ、本来ここで頑張らなあかんポイントとかで結構簡単にミスってしまったりとか、まあ、攻撃面ではそんなに悪いところは見えなかったんですけど、やっぱりね守備というか、まあ、試合運びの中でちょっとね、ここはまずいなというところが結構あったのかなというふうに思います。ただ今後が期待できるテニスでやったことは間違いないです。まあ、あの皆さんにおいても、ここ頑張らなあかんポイントっていうところで簡単にミスってしまったりとか、大事なところで一本いけないとか、終わった試合を振り返って、まあ、そういうところを洗い出していくっていう作業もね、すごく大切だと思いますんで、しっかりそのあたりも意識してみてください。というわけで次回は決勝戦ということになります。決勝戦はねめちゃめちゃ激闘でした。